鈴木の手が上がる。高いボール、ファーへ、志田が競る、林のシュート、こぼれて久富、長野もブロック、まだクリアできない長野、林キープ、久富クロスが入る、ファーサイド、鎌田のヘディング、入った。前半36分、秋田が先制。決めたのは身長172センチ、サイドバックの鎌田翔馬。今のシーンです。里見のクロスがこのスペースへ走り込んだ。鎌田のヘディングも見事にコースをついていました。ここはコントロールできませんでしたが、自らカバーして仕掛ける。重が行く、自分で行く、シュート、こぼれて小沢もファインセーブ。もう1点もやれません。長野見事なセーブでした。小沢